こんにちは、まにこです。今回のテーマはしがらみからの解放、その先に訪れる幸福、これから得るものとしてリーディングしてまいります。よろしくお願いいたします。まずは選択肢のご紹介をさせていただきます。使用するルノルマンカードデッキの中からご自身の象徴となる淑女のカードを抜き出しています。左から1番、2番、3番になります。お好みのものをお選びください。前半ルノルマンで主に現状を見てまいりますので、選択に迷われる場合は前半を見比べていただき、その先を続けてご覧いただくか、他の選択肢に移るかを決めていただくという方法もございます。後半のタロットで前半の内容を覆すような場合も稀にありますが、全部ご覧になるとなるとお時間の都合もあるかなと思いますので、そのような提案をさせていただいております。選択肢をお選びいただいている間に、今回のテーマについて少々お話しさせていただきますが、選択肢がお決まりになりました時点で先に進んでいただいても大丈夫です。チャプターをご利用ください。ではテーマについてですね、今回はバガバットギーターカードから決めています。サルバカルマサンニャーシー、すべての行いを手放した人、世界を楽しむ、真実を知る、自由の意味、幸せの意味。ガイドブックから引用します。貪欲と怒りから自由であり、心を自分の手の内に収めるサンニャーシー、捨て去る人は、この世においてもあの世においてもニルバーナ、自由である。その人は自分自身の真実を知るものである。自分自身の真実を知ることで完全にカルマから解放された人、この生を生きながら自由を達成した人ともありました。今回はリーディングのテーマとして引いていますので、部分的に意味を拾っていく形になりますが、執着を手放すようなこと、強い思いは時にご自分を縛りつける感じにもなりますよね。そういったことから自由になるということ、心を軽くするためにできること、本質を見抜いていくようなこと、そこからしがらみからの解放、その先に訪れる幸福、これから得るものとなりました。テーマについては以上です。選択肢はお決まりになりましたでしょうか？まだの方は恐れ入りますが、一時停止での対応をお願いいたします。では1番から順にリーディングしてまいります。1番をお選びいただいた方のルノルマンを展開しています。この並びのスプレッドだと、いつもはご自身の象徴カードまたは展開前に選んだキーカードを中心として出てきたものをリーディングしていくんですが、今回は特に先にそういった設定をせずに引いています。縦の列から左、本、樹木、船、中央、ネズミ、山、棺、右、クマ、ハート、鳥、横の列、上段、本、ネズミ、クマ、中段、樹木、山、ハート、下段、船、棺、鳥。カード全体を見た第一印象としては、お仕事や勉強、今後の人生設計などについてといったイメージでしょうか。あまり恋愛的な要素はここからは感じません。ハートのカードも出ていますが、今回の場合は愛情というより情熱といった解釈がはまりそうです。では順に見てまいります。左、本、樹木、船。学習、学力、スキルアップ、挑戦。本と樹木で歴史、医学書、宗教を表しますので、
特に専門的な分野、難しいことに挑戦しているような感じがあります。もしかしたら、もともとのご専門としてなさってきたことの知識を深める、掘り下げていくということかもしれませんね。左側は時系列では過去にあたりますので、近い過去のこととして捉えてもいいかなと思います。中央、ネズミ、山、棺。山と棺で孤立無縁、よ捨て人。山とネズミでやる気をそがれる。近い過去の一生懸命取り組んできたことに関することでしょうか。現状少し行き詰まった感じなのかなという印象です。理解者がいない、あるいは専門的すぎてどなたかに教えを請いたいところだけれども、その相手がなかなか見つからないなど、またはこんなに大変なこと、あるいは難しいことを一生懸命やっているけれども、果たしてこれが後々大きな見返りをもたらしてくれるのだろうか、みたいなことを誰かに言われた、あるいはふとした時にそのように感じたなど、ちょっとリフレッシュしたい感じに見えます。右、クマ、ハート、鳥。この先これまでの努力が認められるような暗示が出ていますね。クマですね。ハートもあるので、情熱を再び取り戻すといった見方もできます。鳥のカードからは、広く情報を集める、たくさんの意見を聞くこと、もっと調査が必要なことを暗示されているようです。現状一人で悩まれているような印象がありますが、一人で決断しないこと、思い込み、偏見などが知らず知らず判断を鈍らせることもあるかもしれないので、全く違った分野だったとしても、関係ないからと排除せずに一応参考にしてみるなど、広く広く情報を集めてみると、その中に何かしらのヒントが隠されているかもしれません。今回テーマでしがらみからの解放といたしましたが、一番さんの場合はそういった思い込みなどから解放されていくということなのかなと思いました。横の列を見てまいります。上段、本、ネズミ、クマ。ご自身ではもっともっと勉強が必要であるとお考えなのかなという印象ですね。無責任な噂話や根拠のないアドバイスもどきには耳を貸さないこと、占いも当てはまるかもしれませんね。本当に頼れる方、職場でしたら上司、そういった方を求めていらっしゃる、あるいはご自身がそういった存在になるべく今頑張っていらっしゃるようにも見えます。中段、樹木、山、ハート。先ほど少し迷いが出ている中で、これを続けたところで見返りがあるのだろうかと考える瞬間があるように読みましたが、直接的にお金になるかどうかというよりも、何よりもご自身の経験として価値があるというように感じていらっしゃるように思います。下段、船、棺、鳥。今回のテーマのしがらみからの解放というところにリンクしそうなのが棺のカードなんですね。何かを終わらせるというカードですね。コンビネーションで解釈がいろいろと変わってくるものではありますが、この場所、一番下の段に出ているということは、心の奥の方で感じていらっしゃることとして捉えることができるんですね。どこかで何かに区切りをつけたい、古い考え方を終わらせて、新しい価値観、これは船ですね。そういったものを取り入れていきたいとお感じなのかなという印象ですね。船と鳥で海外とのコミュニケーション、全く違った価値観の中に飛び込んでいきたいという思いなのか、あるいは今現在なさっていることに別の視点を取り入れていきたい、古いやり方を改革していきたいという思いがどこかに潜んでいらっしゃるようにも取れるかなと思いました。旅の情報という解釈もあるので、機会がありましたらリフレッシュにご旅行を計画なさってみるというのもいいかもしれません。ルノルマンからは以上です。後半はタロットで見てまいります。1番をお選びいただいた方のタロットを展開しています。現状、心境、ワンド5、ワンド7。手放すこと、
物事はあなたが思っているよりずっと簡単。ソードクイーン。今後の展望。ワンドナイト。ソードキング。結果アドバイス。インナーチャイルドを抱きしめて。カップ9。まずは現状、心境。ワンド5、ワンド7。最近ワンド6とか7が出てくると、5から7までの3枚を1つのエピソードのように捉えてお話をさせていただいていたんですけれども、今回はデッキ違いで5と7が出てまいりました。ウェイト・スミス版で5から7はこのような絵柄になっています。ワンド5は切磋琢磨、6は勝利の凱旋、7は孤軍奮闘、情熱から突き動かされるままに進めてきた、磨き上げてきた、あるいはこのカードの絵柄、体育祭で一等賞みたいな状況でもいいですね。学びの段階で誰よりも優秀であったとして、ワンド7ですね。今度は孤軍奮闘。学びの段階、最初のステージなどでは勝利を収めた、ちょっと担がれるくらいもてはやされている様子が6ですね。7ではもっと上のステージに進み、ご自身の実力を試している、そのような感じですね。意の中の蛙にはならずに、もっともっと上にという向上心なのかなという感じですね。手放すこと、このデッキオリジナルのカードで、タロットではないんですが、物事はあなたが思っているよりずっと簡単。もう一枚はソードクイーン。この2枚からはもっとシンプルに考えることと、そしてルノルマンでの結果ともリンクしているようですが、ご自分の考えに固執しないためにも、身近な人たちともっともっとコミュニケーションの機会を増やし、率直な意見交換の中からヒントになるようなことを得ていく、そういった感じをイメージいたしました。少し違った捉え方をしてみるならば、周囲の人にはどうせ話してもわからないだろうと心を閉ざさないようにということかもしれません。わからないならわからないなりに、何気なく言ってくれた一言が思わぬ形で何かのヒントになるという可能性なども考えられそうです。今後の展望。ワンド、ナイト、ソード、キング。ルノルマンの横列の下段にあった船、棺、鳥のカードから、全く違った価値観の中に飛び込んでいきたいという思い、あるいは別の視点を取り入れていきたい、古いやり方を改革していきたいという思いなどが終わりのように取れましたが、ワンド、ナイトでそれらを行動に移していかれるのかなという感じが出ています。ワンドナイトはまだ情熱を形にしていくという段階ですが、キングは経験を積み、責任が伴ってきます。ソードなので冷静さ、的確な判断、特にトラブルへの対応に能力を発揮されるようなイメージもあるんですね。やる気だけではない、行動も伴い、そして実力も備わっている。現状ではあまり現実感がないものとして感じていらっしゃるかもしれませんが、目の前のこと、なすべきことをこなし、コツコツと積み上げていく経験の中で、きちんと結果として現れてくるような感じがいたします。結果アドバイス。このデッキオリジナルのカードで、インナーチャイルドを抱きしめて、または受け入れて。もう一枚はカップ9ですね。インナーチャイルド、内なる子供って、子供の頃の思考パターンが大人になっても自分の中にあるようなイメージでしょうか。主にネガティブなこととして捉えられることが多いようなんですが、言葉だけではいいも悪いも判断できませんよね。ご自身の中に引っかかっている子供時代からの出来事、トラウマのようなものから、いつまでも大人になれない自分といったようなことなど、内なる子供が何を指すのかは個人差がかなりあるかなと思うんですけれども、いずれにしろこのカードからはそういったことを否定的に捉えたりせず、ご自分の一部であることを自覚し、受け入れてあげること、そのようなメッセージとして出てきています。
カップ9はビッシュカードと呼ばれるカードですね。このカードが出たら願いが叶うというリーディングも多いようなんですが、私は願いが叶った後の満足感にフォーカスしています。願いが叶っている前提ですね。この2枚で考えると、何か行動を妨げるもの、幸福を手にするため、何かを得ていくために障害となるものがあるとするならば、無意識に刷り込まれていた子どもの頃からの思い込みのような感じがいたします。けれども、ご自分でそれを自覚していくことで流れが良くなっていくのかなという感じがしますね。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。2番をお選びいただいた方のルノルマを展開しています。この並びのスプレッドだと、いつもはご自身の象徴カードまたは展開前に選んだキーカードを中心として出てきたものをリーディングしていくんですけれども、今回は特にそういった設定をせずに引いています。ではカードを見てまいります。縦の列から左、ハート、太陽、船、中央、家、犬、紳士、右、道、蛇、庭園、横の列です。上段、ハート、家、道、中段、太陽、犬、蛇、下段、船、紳士、庭園。左の列、ハート、太陽、船、心からの満足、ビジネスチャンス、勝負ごとに月がある、新しいことに挑戦、スキルアップ、見聞を広げる。船と太陽で流星雲に乗る、高い地位に上がると読みますので、情熱のままにチャレンジしてきたような感じがあります。そしてそれらには手応えがしっかりとあったハートなので、恋愛の可能性もありますね。その場合はそれまでに経験したことがないような体験のようであり、今まで感じたことがないお気持ちといった感じですね。お仕事でしたら、船はフリーランスを表すことがありますから、独立なさったという見方もできます。あるいは遠方を指しますから、転勤や長期出張、場合によっては海外を暗示します。中央、家、犬、紳士。家は住宅そのものも指しますが、生活の基盤や活動の拠点、ホームグラウンドといった感じですね。そこから犬のカードが表す友人、友情を見ると、地元のお友達、仲間になるかなと思います。紳士と犬で友達、ボーイフレンド、親友、仲良し、信頼できる人、特に男性のお友達という可能性がありますでしょうか。紳士を恋愛のお相手とするならば、性別に関係なく淑女がご自身の象徴になりますので、その場合は紳士も性別に関係なく恋愛のお相手として考えていただきたいんですけれども、地元のお友達グループや幼なじみなどの中に特別距離の近い方がいらっしゃる、その方との関係がこの先変化するかどうかというところですね。右、道、蛇、庭園。選択を迫られるような暗示の道ですね。蛇は誘惑を暗示しているようです。道と蛇で裏街道、誤った道、いかがわしい道。例えば、コンプライアンス的によろしくないとか、あるいは違法ではないけれども後ろめたさがつきまとうような選択。恋愛でしたら三角関係や浮気などもイメージされますでしょうか。他者からの嫉妬を買うと解釈するならば、庭園のカードもありますので、社交の場でのこと、知らぬうち理由がよくわからないまま、よくわからない相手から妬まれるという感じを想像しました。そういう感情は相手の問題なので、こちらができることは特になさそうな気もしますが、変に逆恨みされるのも嫌なので、複数で集まるような場では周囲に少し注意を向けてみるといいかもしれませんね。横を見てまいります。上段、ハート、家、道。家族への愛情と難しい選択。
家族と過ごす時間を取るか、お仕事を取るかみたいな選択を迫られるようなことをイメージしました。あるいは地元を離れるか遠方へ行かれるかなどですね。左下の船のカードの影響ですね。身軽な状態と言いますか、身一つで動けるならば挑戦したい気持ちがあっても、その選択が家族の暮らしにも影響があるとなると考えてしまうといったようなことを想像します。今回のテーマのしがらみからの解放についてと考えるならば、このあたりのことが関係しているような感じがいたします。中断、太陽、犬、蛇、恋愛やお仕事など順調なようですし、信頼できるお仲間がいらっしゃる一方で、対人、人間関係では少し難しいなと思う場面があるような感じでしょうか。犬と蛇で友人の裏切り、嘘と解釈しますが、今回はそこまでではないような感じもしますね。良かれと思ったことが裏目に出てしまったような感じをイメージします。ご自身にとっていいことが相手にとってもそうだとは限らないという感じですね。下段、船、紳士、庭園。恋愛で見るならば、行動力がある、グローバル思考、好奇心旺盛。そのような方に憧れるような感じでしょうか。実際にお付き合いしている方なのかどうかというところが微妙なんですが、どちらかというとお友達の延長のようなご関係なのかなという気がするんですね。庭園もあるので、人間関係が華やか、友人が多い、社交的。特定のお相手がいらっしゃるとするならば、恋愛そっちのけで社交に忙しそうに見えるし、特にそういうお相手がいないという方、2番さんともお付き合いまでは至っていないという方でしたら、交友関係が広すぎて特別な関係になるまで少し時間がかかりそうな感じがしているなど、お仕事その他いろいろと順調そうでいて、恋愛や対人、人間関係では少しお相手との距離感を感じることがあるのかなという感じがいたしました。だからといって特別悪いということもないんですけれども、何かもう少しできることがあるというような気がしているかもしれないですね。ルノルマンからは以上です。後半はタロットで見てまいります。2番をお選びの方のタロットを展開しています。現状、心境、 You are free、 Wand 中、手放すこと、カップに、司祭。今後の展望、力、 Wand 9、 結果、アドバイス、魔術師、ペンタクル7。現状、心境、このデッキオリジナルのカードで You are free、 もう1枚が Wand 10。このデッキのワンド10を最近よく見る気がしますね。今回のテーマのしがらみからの解放として見るならば、自ら背負い込んだ荷物でいっぱいいっぱいの状態。このデッキの絵柄ですと自己犠牲をイメージします。誰かから背負わされたということではなく、自ら進んでそうしてきたということ。そして You are free ですね。お気持ちの上での自由、もちろん途中で何もかも放り出すといったようなことはなさらないとしてですね、ご自分でご自分を縛ったりせず、自然な流れに任せていいということ、そういうことにご自身で気がついたところという感じがいたしました。10はサイクルの終わりと次のステージの始まりでもありますから、一通りのことを終えた、途中で放り出さずに背負い込んだことは一つの区切りを迎えるまで責任を全うしたという感じがあります。手放すこと、カップに、司祭。カップには絆のカード、司祭はご自分の気持ちというより社会のルール、モラルに従うという感じですね。世の中的にこれが正しいということ、それにがんじがらめにならないようにということでしょうか。絆はね、何も手放す必要はないと思うので、2が持つ意味として考えていくならば、2つの事柄のバランスをとっていくということ、カップには相互理解ということもありますから、主に1対1の対人関係ですね。
お互いの立場を理解していくというのは、別の見方をすると立場の違いなどをはっきりさせていく、違いを認めた上でお互い譲歩していくということでもあるかなと思うんですね。それはとてもいいことですが、どちらか一方に偏りすぎないようにするというのが大事になってくるかなと思います。自己主張をしすぎるのと同じように、相手に譲りすぎるのもまたバランスという意味ではよろしくないという感じがしました。司祭を中心に見るならば、固定観念、既成概念でがんじがらめにならないように、もっと発想を柔軟にしていくこと、そしてカップ2のように互いの立場を理解し合い、バランスをとっていくことが大事だと言われている気がしました。今後の展望、力 &9。 力はご自分の中の負の部分と向き合い、それを受け入れたことで困難を乗り越えていくような感じ。ワンドQは戦いを終えたけれども次に備えて警戒しているという感じですね。このデッキのワンドQは状況が分かりにくいですが、死してなおまだ現世にとどまり、行く末を見守っているかのような感じがします。もしかしたらですね、2番さんは優しさから遠慮しすぎてご自分が損をするような場面が多々あったりするのかなという感じがしたんですね。自分はもちろん、実は相手のためにもなっていない可能性もあるということをイメージしてしまいました。そういった癖があるということを自覚なさった時に、どう対処していくべきかを過去の経験から探っていく、これからに向けて準備をしている様子を思い浮かべました。一つ一つは小さなことだけれども、地味に疲労するようなこと、主に対人、人間関係でしょうか。そういったことの対処法を見つけられるんじゃないかなという気がします。結果、アドバイス、魔術師、ペンタクル7。魔術師は、あらゆる要素をすべて取り入れて、これから何を作り出すのかというところですね。すべてが完璧な形で完成される世界のカードのような結果を得られる可能性が十分にある。条件は揃っているので、これから始めましょうというところ。ペンタクル7はある程度形にはなったけれども、なんだか少し思っていたのと違う結果が出たという感じのカードですね。まだまだ改善の余地があるということ、そのままでも十分だと考えるのか、この経験を次に生かしてゆくゆくは完璧な形を完成させようとするのかということ、可能性は大いにあるのに、例えば周囲に遠慮してしまうとか、優しさから譲ってしまうなどして未完成に終わらないようにということを、ここまでの流れからイメージしました。もしかしたらご自分の可能性の方に少し依附しているようなという感じもしますね。そこを乗り越えたら大きなものを手にしていく可能性、そのような感じがします。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。3番をお選びいただいた方のルノルマンを展開しています。この並びのスプレッドだと、いつもはご自身の象徴カード、または展開前に選んだキーカードを中心としてリーディングしていくんですけれども、今回は特に先にそういった設定をせず引いています。カード全体を見た第一印象では、紳士のカードが出ていますけれども、恋愛を象徴するようなカードが出ていませんので、今回は恋愛の要素があまりないような感じがいたします。お仕事や対人、人間関係が中心になってくるかもしれません。では、カードを見てまいります。縦の列から見てまいります。左、クモ、犬、紳士。中央、手紙、熊、鍵。右、棺、船、山。横の列に行きます。上段が雲、手紙、棺、中段が犬、熊、船、下段が紳士、鍵、山になります。左、雲、犬、紳士、
紳士と犬で友達、ボーイフレンド、親友、仲良し、信頼できる人。男性または男性性を表す紳士ですので、性別としての男性のほか、男性性を思わせるイメージの方、例えば行動的であったり活力にあふれるようなタイプですね。そのようなイメージの方、とても信頼し合えるご友人、お仲間がいらっしゃるという感じなんですが、その関係が一時停止を思わせる雲、一時的に疎遠になっているといったような状態でしょうか。例のウイルスが関係しているのか、全く別の問題からなのか、ちょっとモヤモヤした感じがあった。それが現在に影響を与えている。お仕事のお仲間として考えるならば、一緒に働けなくなっているような感じを想像します。中央、手紙、熊、鍵。手紙と熊で上司、目上の人からの手紙やメール、先ほどのご友人が関係していることでしょうか。その近況を他人から知らされる、もしかしたらこちらから探りを入れた結果なのかもしれませんが、目上の方、学生さんでしたら共通の知人で言うと先輩や先生、親御さんなど、お仕事関係の方として見るならば上司、取引先の方などもあるかもしれません。いずれにしろちょっと遠い関係の人たちから探ろうとするというイメージですね。そこにもやもや解決のヒントが隠れている、そのように見ていらっしゃるのかなという感じがいたしました。右、棺、船、山。山と棺で孤立無縁、世捨て人と読むことができますが、船のカードは新しいことに挑戦していくこと、山もそうですね。高い目標を掲げて挑戦していく向上心とチャレンジ精神。船は新しい、あるいは異なった価値観という見方もできますから、古い価値観を捨てて新しいものを取り入れていく、それは難しい挑戦かもしれませんが、やりがいを感じていらっしゃるなどですね。孤立無援や世捨て人というのは、あまり周囲に頼っていない、ご自身の力で頑張っている様子でもあるのかなと想像します。今回のテーマ、しがらみからの解放として考えるならば、そのあたりにリンクしているのかもしれません。古いものを捨てて価値観を一新していくということ、挑戦していくということですね。横の列を見てまいります。上段、雲、手紙、棺。雲と手紙で、知人からの情報が入らない悪いニュース。先ほど、状況として見ていた縦列の部分がご自身の心境としてもそのように現れていると見ていいのかなと思います。手紙と棺で悲しい知らせ、喪中はがき、訃報、これは比喩として捉えた方がいいのかなと思うんですが、何かしらの関係の解消の可能性もあるかもしれません。ご友人同士で絶交みたいな話ならば、ご自身でもそれなりに原因と思われることに心当たりがありそうですが、そういう感じでもないようですので、お仕事関係のお仲間と考えた方がいいでしょうか。チームの解消を言い渡されて、ちょっとこれからどうしましょうか、的に思っていらっしゃる。そのように取れますが、いかがでしょうか。あるいは、どちらかに問題があったとかではなくて、単純にお互いの生活のリズムが合わない、今後の方向性が違ってきた、などですね。そういう可能性もあるかもしれませんね。中段、犬、熊、船。犬と船で希望にあふれた青年、犬と熊で主従関係、部下。お仕事で新しいパートナーを得る、あるいは後進を育てるようなお立場になっていらっしゃるんでしょうか。今後どうなっていくかは未知数ですが、とてもそこに可能性を感じている。下段、紳士、鍵、山。お仕事のパートナーに求めるものという感じがします。紳士と鍵で頭の回転が早い。理論的、責任者、管理者。紳士と山で自分に厳しい、目標が高い、向上心が強い、信念が固い。きっと3番さんも似たようなタイプなんじゃないかなと思うんですね。少し先のこと、未来を右の列で読みますが、そこではそれまでのことを一新していく、決してそれがうまくいかなかったからではなくて、むしろ順調だと思っていたのに、ということ、お仕事のスタイルでしょうか。
それが続けられなくなった時に新しいことにチャレンジしていく、今までパートナーに支えられていた部分が大きかったと感じていらっしゃるのであれば、独り立ちしていくような感覚は広い海に放り出されるような感覚かもしれません。新しいことへの挑戦が今後どうなっていくかということ、鍵のカードも出ていますから、一つ一つ扉を開けていくような感じもイメージします。ルノルマンからは以上です。後半はタロットで見てまいります。3番をお選びいただいた方のタロットを展開しています。現状、心境、太陽、魔術師、手放すこと、戦車、ソードナイト、今後の展望、ペンタクル6、ペンタクルエース、結果、アドバイス、ワンド7、カップ9。現状、心境、太陽、魔術師、ルノルマンで古い価値観を終わらせ一新していく、新しい価値観、挑戦していくようなイメージがありました。太陽のカードもある意味生まれ変わりなんですよね。朝日が昇り、夜には姿を隠す、そして翌朝また顔を出す、これが生まれ変わりのようであると昔の人は考えたみたいなんですね。古代のエジプトでしたっけ。太陽が出ているということは新しいものがすでに始まっているような感じですね。魔術師も始まりのカード。このデッキの魔術師はシンデレラに魔法をかけた魔法使いのようですね。これからカボチャに魔法をかけて馬車に変身させるところといった感じの絵になっています。必要な材料は全て揃っている、あとはそれらを使って必要なものを作り上げ、さらにそれを使って行動していくということ、この2枚からは明るい未来しか想像できなそうですよね。近い過去にいろいろとあったとしても、今現在はそれらを受け入れ前向きに動き出している、そのように見ることができます。手放すこと、戦車、ソード、ナイト。戦車は意志の力で自分のイメージにものを変化させてしまうようなイメージがあるんですね。先ほどの魔術師のカード、魔法使いがカボチャに魔法をかけるのは人助けから来るものなので、自然の断りを覆すようなことだったとしてもいい魔法のような感じがしますよね。戦車もいい意味で捉えるならばそのようになるかなと思いますけれども、手放すこととして今回は出ていますので、あまりご自身の考えに固執しないことのように解釈できるかなと思います。スピードを表す戦車なので、もしかしたら結果を急ぎすぎる傾向、そういったことを指摘されているのかもしれません。ソードナイトは勇猛果敢、迷いなくご自身の信じた道を行くようなイメージですが、別の見方をするともうちょっと周りの景色を見る余裕を持つように言われているような気がしました。今後の展望、ペンタクル6、ペンタクルエース、この2枚を一緒に見たイメージでは、今回は特に利益を得たような感じを想像するんですね。ペンタクルは物質を表しますから、直接的にお金といったイメージでもあります。エースの方のデッキはペンタクルではなくてコインになっていますし、特にそのような印象が強いです。どのような経過をたどるかは別として、お仕事はご自分の満足いくような結果を出し、利益の面でも十分なものを得られたとしてですね、その利益を独り占めすることなく周囲にも分配すること、一人の成功ではなく周囲の支えがあってのこととして還元していく、それがまたさらなる成功を呼び込む一つのきっかけになっていく、そのような感じがしました。結果、アドバイス、ワンド7、カップ9。孤軍奮闘のワンド7と、願いが叶って大変満足といったカップ9ですね。このカードの絵柄だと本当に嬉しくてたまらないという表情をしていますよね。ワンド7はこのデッキだと大きく育ちすぎた植物、それが襲いかかってくるような、ゲームに登場する植物系のモンスターみたいですよね。だいたい植物系のモンスターは火に弱いです。ワンドのエレメントは火ですね。なのでこちらが優位なはずです。
なんでこれに一人で立ち向かっているんだろうという感じですよね。よく見ると人質を取られていますね。後ろ手に武器を持ちながら、まずは平和的に交渉中といった感じでしょうか。できる限りのこと、最善を尽くして、被害も利益も少なく、それでも勝利を収める。そしてそのちょっと遠回りなやり方が結果的に良かったと後々思えるようなこと、それがまた大きな利益になっていく。ここまでの流れで考えますと、戦車のカードを結果を急ぎすぎないようにということでしょうか。ペンタクル6の結果は一人のものではなくて、みんなの支えのおかげとして周囲に貢献していくということ、ちょっと回りくどいなと思うようなことが案外近道だったり、もらいが少ないなと思ったら後々何倍にもなって返ってくるなど、そういう計算外の出来事が起こりうる可能性について言われているのかなと思いました。また一人で頑張っているという感覚だったとしても、実は周囲に支えられていた、そう実感することも実際にあるかもしれません。そういった一つ一つの気づきを大事にしていくということかもしれませんね。では今回のリーディングは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。